張君は、中華民国の政治家、ジャーナリスト、教育者、哲学者。真珠家の一人、両慶長の友人。君は、字、名は、カモリ弟は、政治家、銀行家、経済学者の張高賢。妹の張陽義は一時期主人の、ジョシマと結婚していた。10歳で、上海広報玄関に入学し、ここで、張君は、 変法派の思想に傾倒していく。1902年、秀才となり、翌年、南京高等学堂に進学した。ところが、間もなく、長君が、巨人若木優隊の一員となっていたことが、学校側に漏れ、長君は、退学処分を受けてしまう。その後、湖南省に移り、調査名徳学校、上徳師範学堂で教鞭を取った。1906年、長君は、 公費により、日本へ留学し、早稲田大学政治経済科で学ぶ。この時にドイツ語も履修した。日本では、両慶長や長東と知り合い、1907年9月、両慶長が、東京で組織した、成文社に加入している。長君は、立憲派の有力人士として、東京で、宣伝活動を続け、1909年6月には、東京で、 市議局事務調査会を設立し、8月には雑誌、県政新誌を創刊した。1910年帰国し、留学生試験を受けて、管理人初期誌となっている。侵害革命勃発後、長君は、宝山県議会議長となる。1912年、上海で、ゆかりゅう、林町民と共に、共和建設討論会を結成し、その後、 10月に他党と合併して民主党を結成した。1913年1月、ドイツに留学し、ベルリン大学で国際法、政治学、経済学を学ぶ。第二革命では、遠政外を支持する姿勢を取ったが、1915年12月には、両警長らが五国戦争を発動すると、長君も帰国して五国軍に加わった。また、 上海で、時事新報総編集となっている。五国戦争後、長君は暗記派の団気髄を支持して、対ドイツ戦線の論人を張り、団気髄が創設した、国際政務評議会の初期長に任ぜられた。しかし、長君復辟後に大総統となった、直霊派指導者の表国首から昇平を受け、長君が総統府秘書に就任すると、暗記派から嫌をされ、 結局政府から追われることになってしまった。その後、1918年1月に、長君は、小方新羅と、松社を結成している。同年12月、長君は、両慶長、帝文らとドイツへ遊学に赴き、まず唯意心論の哲学者のルドルフ・オイケンを訪問し、長君はその下で学んだ。続いて、フランスに向かい、アンリベルクソンにも支持している。 これらにより、張君は自身の哲学的基盤を構築することになった。1922年1月、張君は帰国し、上海五省市政光カ内所副主任となる。また、小平林が上海で開催した国事会議にも参加した。この時に、張君は国権論を執筆し、県政の思考の必要性を訴えている。その後、中国で、 マルクス主義が台頭してくると、長君は、唯心論の立場から、唯物論を批判する論考を、次々と発表した。1924年、上海国立自治学院院長に就任している。その後、中国国民党が北伐を成功させ、反共の紹介席が、国政の主導権を握ったが、長君は、紹介席が推進する一党独裁に反発し、 激しく批判を加えた。そのため、1929年6月に国民党により逮捕、拘禁されてしまい、小平林、土月賞の圧戦で、過労じて釈放されている。10月、ドイツに赴き、イエーナ大学で教官を務めた。1931年9月に、長君は帰国し、遠京大学で教授を務める。 翌1932年4月16日、蝶アズマラと中国国家社会党を北平で秘密裏に結成し、5月には帰還し再生を創刊した。フィリップ・シャイデマンに影響を受けてた蝶君は国家社会党で国家社会主義を標榜して絶対的愛国主義、全身的社会主義、修正された民主政治などの主張を展開。 階級関連や暴力革命を否定している。1933年4月、国家社会党は第1回代表大会を開催し、長君は中央総務委員会総秘書に選出された。長君は、反省解析活動を続行して、三政省の遠釈山から支援を受け、さらに、復権事変が勃発すると、復権人民政府にも参加している。その後、 長君は、関東省に移り、中山大学哲学系教授となるが、反動的思想とみなした学生の反発を受け、半年で辞任に追い込まれた。1935年、関東の実力者、陳渡る党の招聘を受け、陳渡る党が創設した、学会所員で職に就いたが、翌年夏に、陳渡る党が、反省放棄に失敗、失脚したために、 書院は閉鎖されてしまう。長君別陰1937年、日中戦争勃発を受けて、長君は、紹介席が開催したロザンダン和解、国防参議会に参加し、反昇路線を転換した。翌1938年4月、国家社会党は、正式に公開政党となっている。1939年9月、長君は、 国民賛成会建成規制会委員となり、建成志向のための準備作業に取り掛かった。同年11月、高園土川村が発起した統一建国同士会に、蝶くは国家社会党を代表して加入している。翌1940年10月には、雲南省大理において、陳譜がみなりらと協力して、民族文化学院を創設、蝶くが院長となっている。 1941年4月、関南事変の勃発を受け、国境両党から距離を置く、第三勢力の立場を明確にするために、統一建国同士会は中国民主政団同盟に解組され、張君は常務委員に任せられた。1944年9月、民主政団同盟はさらに中国民主同盟に解組され、引き続きバリ君は常務委員を務めている。 1945年4月、1945年4月、長君はサンフランシスコ会議に中国代表団代表の一人として派遣され、国連憲章を起草にも参加した。1946年1月、長君は民命代表の一人として政治協商会議に出席した。8月、国家社会党は、 民主権政党と合併し、中国民主社会党を結成している。その後、国境内戦の勃発に従い、長君ら民主社会党は、次第に、反響の姿勢を強め、11月には、中国青年党と共に、民名を離脱し、政権国民大会に出席した。翌1947年7月、民主社会党は、上海で、 1> 第1回全国代表大会を開催し、長君が党主席に選出された。国境内戦末期の1949年11月に、長君はマカオを経由してインドに赴いた。インドではデリー大学とコルカタ大学で教弁を取る。1951年、アメリカに赴き、1955年にスタンフォード大学で、 中国共産党政治研究を行う。また、連合法系の在米誌、世界日報で論説を執筆した。その後も、世界各国を歴訪し、公文学説や反響思想について、講演等を行った。1969年2月23日、サンフランシスコにて死去。去年83。ロジャービー・ジーンズ、デモクラシーソーシャリーズム・イン・リパブリカン・チャイナ。 ザ・ポリティックス・オブ・チャン・ジュンマイ、1906から1941ロマンリトルフィールド1997ピアニッシモ、44ありがとうございます